抽象絵画は、抽象芸術、抽象美術のうちの一つ。競技では、非対象絵画、無対象絵画、絶対象絵画のように、具体的な対象を書き写すということのない絵画を意味する。講義には、ピカソのキュビスム作品など、厳密には具象であっても、事物そのままの形からは、離れている絵画を含むこともあるし、具象絵画に期待される技術的な基礎や、 表彰の卓越性が伴わない絵画を指すこともある。ワシリー・カンディンスキー、トランスバースラインを汚染美術史で語られる競技の中小絵画は1910年代頃に始まった。一般に美術史上ではカンディンスキーもしくはモンドリアンが中小絵画の創始者であるとみなされており、その時期は1910年頃とされている。カンディンスキーの どの作品をもって最初の抽象絵画と呼ぶかについては諸説あるが、例えば1911年制作とされる縁のある絵が挙げられる。モンドリアンの場合は1908年制作とされる太陽光の中の風車が最初期の象徴的な作品である。ただし作品に復帰した年が誤っているという見方もある。他に最初期の抽象絵画としては、 フランスでは、ロベール・ドローネー、フランティセック、クプカ、ロシアでは、ミハイル・ラリオーノフ、アメリカでは、アーサー・ダブなどが挙げられる。いずれも、1911年頃に、抽象絵画と呼べるような作品を残している。イタリアの未来派の一員だったジャコモ・バルラも1912年には、抽象表現に踏み出していた。抽象絵画の源流は、主として、ドイツ表現主義からと、 キュビスムからの二つの流れがある。ドイツ表現主義からの流れは、カンディンスキーやフランツ・マルクなどの作品にあり、パウル・クレーの一部の作品も含めることができるかもしれない。カンディンスキーやマルクの作品は、抽象的でありつつ、有機的な形態を持っていたことに特徴がある。キュビスムからの流れは、パリの美術運動、オルフィスムから始まり、ドローネー、クプカ、 フランシス・ピカビアなどが、抽象的な絵画を描いた。そしてさらにオランダのピート・モンドリアンら、で、ステールのメンバーへ流れ、ロシア・ソビエトでは、抽象美術運動、レイオニスムに始まり、ロシア・バンギャルドの美術家であるミハイル・ラリオノフ、マレービチ、ウラジーミル・タトリンラなどへ移る。そして流れは、戦艦機のヨーロッパにおける、 1930年代の中小海が運動へ結集する。これらは、モンドリアンらを典型とする幾何学的な形態表現を特徴としている。もっともこの二つの流れは、厳密に独立していたわけではなく、互いに影響を与え合い、時には合流することもあった。例としてはドローネーがカンディンスキーをはじめとする、青騎氏のメンバーと交流を持っていたこと、またクレイが、 パリで、ドローネと愛彼の美術エッセイを特約したこと、バウハウスは、カンディンスキーやクレイが参加する一方でマレービチラ、ロシアーバンギャルドのメンバーや、デステールのテオ・ファンド・オスブルフラとも交流を持っていた、ことなどが挙げられる。1930年代の中小絵画運動である、アプストラクシオン・クレアシオンには、カンディンスキーとモンドリアンがそれぞれ加わっていた。これらの作家のうち、 第二次世界大戦のナチス政権を避けた多くの者がアメリカに亡命、移住した。これが戦後のアメリカにおける美術の繁栄へと繋がっていく。なお、戦後の中小絵画はそれまでの幾何学的な中小に対して新しい潮流としてアメリカの中小表現主義とヨーロッパのアンフォルメルが登場し、それらから派生した表現が多種多様の展開を見せた。 何をもって、抽象絵画の到達点と見るかには、いろいろな考え方があるが、第二次大戦前においては、非具象的で、しばしば不規則な形態の表現を追求した、カンディンスキーの作品、抽象的な形態の徹底した単純化を推し進め、シュプレマティスムを提唱したマレービッチの作品、幾何学的な構成により純粋な調和とリアリティの実現を目指した、モンドリアンの作品などが、 代表作とされる。対戦後においては画面における中心、周辺といったものを排して新たな表現を打ち出したジャクソン・ポロックのドリッピングによる諸作品や厳密化と単純化の新たな到達点としてのフランク・ステラのブラック・ペインティングシリーズなどが挙げられることがある。この区別は客観的には極めて難しく制作者の意図で判断せざるを得ない面がある。 例えば、横長のカンバスに、左から、と大きく油彩で描いてあったとする。これについて、丸は、ボール、三角は山、四角は、ビル、をそれぞれ示していると描いた本人が言うのであれば、これは、具象絵画か、せいぜい講義の抽象絵画、ということになる。これについて、何か対象があったわけではないと描いた本人が、言うのであれば、抽象絵画になる。 これについて、絵ではなく、デザインマーク、模様と描いた本人が言うのであれば、デザインマーク、模様となる。このように考えてみると、結局、その区別は、制作者の主観によることがわかる。このことから、このような区別にどれだけの意味があるか、という疑問を呈する者もいる。抽象美術というものは、抽象彫刻などを含めた意味で使われる。 中小彫刻を制作した具体的な作家名としては、などが挙げられる。なお、中小写真や、中小建築という用語は、ほとんど使われない。また、中小芸術と言われる場合、中小音楽などを含めた意味になる。ありがとうございます。